気をつけ。こんにちは、サラです。こんにちは、大輔です。本日はよろしくお願いします。頑張ります。今回はやる気だけはすごいです。今回は冬のルックブックやっていきたいと思います。よろしくお願いします。これももう3回目、あ、2回目、あ、2人は2回目です。見せつけてやりますよ、洋服を。めっちゃやる気あるじゃん。楽しみです。パーソナルカラーに行ったじゃないですか。あ、そうそうそう、予定通り行ってれば前回、パーソナルカラー診断、骨格診断に行ってきまして、行ってまいりました。それを踏まえてない時の服と、それを踏まえて買った服が混在しておりますので、そこも説明しながら、着ていきたいと思います。思います。結局あなたは何なんですっけ？はい、星本チャンネルサラです、はい。よろしくお願いします。どうす。骨格は、ナチュラル、ウェブミックスです。はい。パーソナルカラーは、ファースト、夏、セカンド、春です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。骨格とストレート、はい、ドウィンター、はい、以上です。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございます。失礼いたします。失礼いたします。まあ、ということでやっていきましょう。どれ、サラさんはだから買ったんですよ。全く普段サラさんが着ない。あ、そうだ、この色、これまず超最近買った、これがパーソナルカラーの中にあった、まあこれ春かな、春っぽいから、ドンピシャ色じゃなくって、本当はもうちょっと水色みたいな色が良かったんですけど、形がすごくしっくりきたので買いましたね。これはビューティー&ユースのパンツ M サイズで、これも上買いました。普段この首ちょろっていうのはこの人嫌いなんで、これあったってなるじゃない、最近なんて着ないんですけど、ちょっと浅めのね、首のやつちょっと広めの、こういうのが似合うでしょ、あのだけナチュラルって。でネックレスもビューティー&ユースも買いました。あ、でもこのパンツは普段買わなかったかも。細身でしょ、うん、まあ細身、骨格ストレートは細身がいいそうで細身買ってみました。前の夫婦の動画でコメントで皆さんが、大輔さんはスキニーパンツとかもって言ってて、まあ確かに3年前ぐらいに、4年前流行ったから着てたんだけど、履かなくなったからもう一回買おうと思って買ってみました。サッカートっていうブランドの靴、これは急遽昨日買いました。うん、あ、でも似合ってるよ。似合ってる、似合ってる。いいじゃん。あれなんかいつもと違いますね、お姉さん。え？うん。いいじゃない、いいじゃない。うん、やっぱサラとそういう色似合うんだね。なんか俺も正直買うまで、着てみるまで半信半疑だったけど、いざ着てみたらどう？自分の姿見て、うん、ネックレスはもっとこういう下に垂れるやつがいいかも。まあ、あの上着による、あの冬のルックブックだから上着、はい、ナージ NERGY、 これ軽くて薄くてあったかくていいんです。はい、ドン。もうちょっと綺麗めな上着が良かったんですけど、うん、なんかもう寒いかなって思った。そうだね。あのベージュだっけ？ベージュ？あ、ベージュも着てみる。うん、まあ、上着はこれ何でももういける、うん。視聴者さんに決めてもらおう。これがスタンダードプログレス。おお。あ、完成。かわいい、かわいい。完成しました。これがサラちゃんの仕事できる人風。パーソナルカラーを形を踏まえて買ってみた。どうかな、皆さんどうすか、わかんない。俺やっぱり身内の補正がかかっちゃうから、コメントで教えてください。全然いいよっていう。もう俺すごい素敵だと思うけど、今までないね。なあ。イメージにない。やっぱ色合いいいね。やっぱ明るい方が。あなたパス映えます。ちょっと多かったね。俺の多分影響で黒いの買いすぎたんで。あなた、僕はこれは全部ユナイテッドアローズです。だよね、違う。ビューティー&ユース。ビューティー&ユース。ユナイテッドアローズ。ユナイテッドアローズ。あ、そう、これ全部一緒。一緒、同じ処分。これ同じビューティー&ユース。靴以外は、俺らの靴以外服は全部ビューティー&ユースで揃えました。で、これが俺の本当に似合う色なんでしょ？うん。黒で、濃いネイビー。濃いグレーが似合うで、形が本当はこういうやつよりも多分こういう方が似合うで、多分、こういう形の方が、でもこれちょっと緩い方が単純に気に入ったので緩いんだけど、どうかな、教えてほしい。俺らパーソナルカラーをと体の骨格を学んでおしゃれになったか教えてほしい。どうかな、大輔さんめっちゃ似合ってる。まあ、靴どこの、靴はあの前回のルックパブリック東京紹介したパブリック東京のです。
1着目パーソナルカラー診断行ってから買い物が楽になりました、ね、楽しくなりました。あ、もうその着ちゃいけないやつっていうのが一目で分かったから選びやすくなりました。いけないわけじゃないけど、うん、着ちゃいけないというか、ちょっと難しいものね、うん、の体だと。でちなみにズボン俺これ以外買ってないので、僕の今回このズボンずっと着てます多分、うん、上だけ変える感じになる。いいんじゃない変わんなくね、俺見てえ、一緒じゃんちょっとピシッとした。どこのだ、あ、ランダラン、ランダ、はい、終了。なんか、どう、うん、大人って感じ。そのブーツ使い勝手良すぎ。はい、あ、いい、あ、いいじゃない。あ、冬だからこの上に何着るの。同じ、同じ、うん、あ、でもいいじゃん。あ、いい、俺ら表参道歩いてそうじゃない本当、うん、いける、いけるかも。表参道左ハンドルとまではいかないけど、うん、いい会社乗ってそうじゃない。いい会社乗ってそう、左ハンドルまではいかない日本製にシフトされた海外車、うん、いや乗ってるな。いや待ってたことあるわ俺表参道で。俺ら歩けるかも表参道、まあ、お互いブルベだからさ、うん、パーソナルカラーは合ってるね、うん、あ、ちょっと別の上着着てみていい。はい、スローブっていうブランド、スローブ、SLOBE、 イエナ。俺はこれ、上だけ書いてあるのか、ザラです。ザラのセーターに、さっき着てたモフモフのやつは、これもビューティー&ユースだと思う、うんうん、ビューティー&ユースいいよね、ユナイテッドアローズ、すごい。これはバテバテ、あ、いいじゃん。ちょっとさっきよりも肩幅広くなった、なんか筋肉つけすぎちゃった中のセーターも分厚いからさ、ちょっとパツパツに見えるね。これは？あ、かわいい。かわいいけど、さっきの方が一番か。そのかわいい、うんうん。これもありっす。うん、いいじゃん。紐。紐どなになってるこれ。はーい。あ、俺一回も回ってないよ。はーい。じゃあ次、あれ来て。ブラン、褒められたやつ、インスタで。じゃナノユニバースで買ってきたんですよ。カイコン紹介しない。カイコン。この動画見てる方、あの段ボールとか家に来てしょうがねえ、めっちゃ開けんのハサミ買ったら大変って人方いたら、このカイコーンっていう機械買ってください。これ、ね、機械じゃない、機械じゃない、名前が IQ さん段ボールを開梱するために開発された道具、カイコーンでございます。こっちで段ボールとかも切れるし、このケツの針のところでバッバーって切れるっていう、中身も傷つけて済みますぜひカイコーンお買い求めください。じゃあなんかさ、コメントでさ、サラちゃんと体型がそっくりですっていう人多いね。あ、ね、意外といらして参考になったら嬉しいです、嬉しい。これ上下パブリック東京ですね、てか全身パブリック東京ですね。うん、それかわいいよね、ほんとに。いい、うん、サラちゃんもやっぱりそのやっぱウェーブミックスだから、タイトもいけちゃう、タイトもいけちゃう、お尻がセクシーだからなんかそういう言い方やだでこれもね、ランダで買った1500円ぐらいで買ったブレスレット、これさすごいお気に入りなんですよ。はい、これいいね、どう？わ、いいじゃん。なんかこれね、ネイビーって書いてあるんだけど、グリーンにも見えるよね。若干なんか多分ね、照りがある、さ、なんて言うんだけど、サテンじゃなくて、でもなんか若干照りがあるよね、うん、あとマロ。本日ナノユニバースに生まれて初めて行ったのよ、渋谷の。え、意外。なんかパッと見すげえ高そうじゃん、渋谷のナノユニバースって。経営者なんだけど、パーソナルカラー診断で俺が似合うよって言われた色をすごい展示してたから、うん、ちょっと入ってみようと思って入ったら、うん、意外とお手頃。これ、うん、まあ高いけど、これとこれ上下セットで2万円ジャストだよこれ、うん、だから買いました。これ開くんすよ、ここが。それほんと可愛いよね。だからブレスレットとかこうバッグをこう持った時に映える、うん、上着、うん、いいと思う。もうこれ骨格診断前に買ったんだよね、うん、おそらく今年のクリスマスはお昼はランチを表参道でね
予約してるんですけど、うん、多分この格好で歩いてます、うん、これいいじゃん、これいいよね、うん、これに合う上着をちょっと探すたびに若干出ようかなと思いますけど、うんうんうん、多分表参道で12月24か5か忘れたけど、これで歩いてるんで見かけたら声かけてくださいちょっとこれ着てみたいんですよ。まだ合わせる服を考えずに買ってしまった。ちょっと待って今絶対使ってください。絶対これカットなし。なんでだよ、なんで。ラ・トタリテ、トータリーテ、TOTALITE、 ふくらブランド名読めなすぎてやばいえ、これもふくら、私のセンスが死んでる、わかんない、俺のセンスがわかんない視聴者の方教えてくださいこれでいけるかどうか。でもちょっと上毛糸で下がテリだから、え、でもテリテリだったらおかしくない、質感が違いすぎないかな。このジーンズはどこで買ったか覚えてないです。でも GU だって言ったする GU、うん、で今までのはおしゃれな服で、普段街とかに行くときは多分こういう格好だよね。これどう、あ、もうめっちゃ仕事できそうこれいいよね、ドクターマーチン、マーチンマーチンのスニーカーバージョン、スニーカーバージョン、この前出て、あんまり普段ドクターマーチンは履かないんですけど、かっこよかったんだよね、これがね、広告で回ってきてね、うん、で、わざわざ買いに行ってきました。遥か彼方に前に買ったジーンズとノースペース、ノースペース、これスカートは前、秋の服の時に紹介したオニール、うん、あ、まあ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 いけるか。そう、待って、もうね、ルックブック後半それしか着てなくないなあなあ、だって冬はコートじゃん、結局そのコートをさ、これザラザラザラ短い、うん、ちょっとまあな、まあまあでも悪くはないけど、うん、悪くはない。すごいね、ベージュの靴ね、これ何でもこれすごいね、ベージュって初めて買った、なんか黒っしょって思った。ベージュはすごいわ。もしや骨格ストレートってノースフェイスめっちゃ似合う、うん、似合う、ノースフェイスの人キャンプにいる人お、これいいんじゃない、ほら、あ、いいじゃん、いいじゃん、そのちょっとゆったり上着もやっぱ似合いますよね、うん、かわいい、あの、そのスリット、スリットがいいよね。え、めちゃくちゃ似合うね、俺これ。めっちゃ似合う。これ声。これ声。声で前回のルックブック紹介しました。声。やっぱ骨格ストレートってこういう服装なんだ。スキニーから逃げない。アンデミューっていう。それ可愛いよね。可愛いよね、うん。このブランドすごい可愛いなと思って。それはパーソナルカラー合わせて買ったの？これは本当はくすみブルーが欲しかったんだけど売り切れてて、うん、イエローにしました。これも明るくていいなと思った。え、よっ。めっちゃ可愛くね。それ可愛い。それ上着は？さっき出したもの持ってくるの何なの？可愛い。ちょっといいとこ、よそ行き感。これ可愛い。これよく買った。よくぞ、よくぞ、過去の私。これさ、俺着てみたんだけどさ、うん、パーソナルカラー骨格診断受ける前に買った冬服なんですけど、うん、どう？似合ってるけどってなっちゃうよね、うん、似合ってるけどって、今日買ったやつを見たら、うん、そっちの方がいいってなっちゃう、なるよね、わ、うん、かります。今この服はとてもおしゃれで素敵だと思いますけど、私も前回秋なんか黒ばっかりだったから、うん、ちょっと明るめにしてみた、うん、ね、視聴者さんに黒が多いって言われて間違いねえやずっと黒だったから、こういうの買ってみたりね、うん、そういうの買ってみたり、ルックブックを出し始めてからこっちがおしゃれになるパターン、うん、みんなで育てる気がする普通なんかこう、ね、おしゃれな人が発信するんだけど、俺らが今こう育てられるどうでしょうか皆様、これは違うけど今日見たやつは大丈夫でしたでしょうか。ということで冬のルックブックでございました、チャンネル登録と Twitter とインスタとオリジナルコスメブランドミラージェムをぜひよろしくお願いいたします。クリスマスセット販売中でございます、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。
大輔でした。お疲れ様です。